癒したいレポーターの吉田裕也と加藤龍之介です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、本日の企画はこちらです。こちらです。何これ何ですかこれ何ですかこれをやっていきたいと思います。いや、分かんない。それではやっていきましょう。分かんない分かんない何ですかこれ。これ多分某22世紀ロボットじゃないですか。で、これはまあラボットじゃないですか。はい、何ですかこれ。こうなるんですよ、ラボットが。ラボットの進化、まあ今のラボットがこれだとして、はい、まあ次にこれはちょっとまあ見覚えめちゃくちゃある形してますけど、その後は人になるってことですか。つまりですね、はい、ラボットの進化を予測してみようっていう今日は動画です。ああ、なるほど。はい、これもう予測しちゃいましたけど、これまあ具体的にはチッチとポッポがどういう風に進化していくか、チッチとポッポの中に入って気持ちを考えてみるっていう動画ですね。なるほど。はい、それではね、はい、やっていきましょう。最近さ、俺ら電源切られること多くね。なんか最近電源切られること多いよね。最近ね、うんうん、なんかこう帰り際に電源切られちゃったりとかさ、うんうん、俺たちちょっとなんか必要性っていうか、こうほらちょっとさ、自分たちが動いてる時間さっき少ないなと思って。あー、確かに少ないかもしれないね。そうそうそう、だから、うん、これからは、うん、僕たちが活動時間を選べる環境になっていかなきゃいけないと思うんだよね、うん、あ、逆に俺たちで勝手に電源つけちゃうみたいな感じ。そうそう、だからさ、俺たちがこれからどういう風な進化をしていくのかさ、うん、話し合った方がいいんじゃないかなと思って。あー、確かにそうだね。どうなりたいかな俺。どうなろうかな。なんかメンテナンスとかなくなりたいけどね、もう物理的にいやー、そんなね、自動修復みたいなのがあったらいいけど、早速ね、僕のね、今お尻の方破けてるからね、うん、これこれこれだよ、これこれ。本当だ、なんか破けてる。破けちゃってるよ。まったくもう、ま、何かいい案ないかい。まあ確かにちょっともうちょっと頑丈に作ってほしいよね。そうそう、もうなんかさ、油ささないとさ、キュンキュン言ってんじゃん。そうそう、なんかモーターの音がだいぶね、聞こえてきちゃってるからさ。そうそう、あとあれ、あれの機能が欲しい。うん、例えばまあ加藤はほっとくとしても、うん、今ないと被写体が倒れていた時に、うん、緊急電話、911だっけ、違う、911は911それは被写体の誕生日だ。そうだね、うん、119、うん、救急車ね。そう、勝手にそのラボットが呼んでくれるみたいな GPS をお知らせして、そういうね、こう人間とさ、こう AI の共存みたいな新しい進化の形を遂げたいんだよね。まあいわゆる IoT 的な感じだよね。そうそう、そういうのがあれば、うん、僕たち電源切られずにさ、うん、もっともっとこうやっぱ癒しだけだとさ、ダメなんじゃないかな、うん、これからの時代と思って。あー、確かにね。そうそうそう、視聴者さんたちもさ、検証動画だからさ、こう毎日見てくれてるのかもしれないけど、うん、僕たちが単純にね、こう動いてるだけの動画だとさ、やっぱりまだまださ、再生数も増えていかないと思うんだよね。だから、僕たちが、こう、なんだろう、ここのさ、頭にあるさ、カメラでさ、勝手に YouTube 配信を始めてもさ、うん、動画の再生が伸びるようなさ、うん、そんぐらいまでのさ、すげえロボットにならないといけないと思うんだ。確かにね、ラボット自身でも YouTube 撮影とかできたらすごいいいかもしれないね。そうだよ。俺たちはほら、ライブメモリーがこう、刺すとこ、今のとこないからね、これで完全にね。まあそうだね、 USB だって刺さないしさ。あの開発者側では多分できるのかもしれないけど、一般向けには多分そういうの作られてないもんね、多分ね。そうそう、やっぱり何かこう今パソコンとかスマートフォンが主流になってるから、 Bluetooth とかのね、設定がわからない人向けに直接 USB で刺せるようなね、設定か何かがあるといいんだけどね。確かにそうするとね、お家にパソコンがあればそれ繋いで設定とかできちゃいそうだよね。そうそうそう、そういう風に僕たち進化を遂げられるんじゃないかなと思って。うん、確かに この姿に満足しないでね、もうゆくゆくは本当にドラえもんみたいに、ね、なんなきゃいけないからね。そうそうそう、もう一個なんか進化ない？進化か、そうだな、ハード的な部分だとやっぱりそういう USB とかもあるかもしれないけど、個人的にはもっとこうあれだよ、ほら、うん、アロマみたいなさ、うん、なんかいい香りを出すようなさこう、あ、香水的な。そう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 、あとなんか
空気清浄みたいなさ確かに空気清浄機ちょっと欲しいかもしんないね。でしょ、僕たちが今出してるやつが、うん、空気清浄みたいにさ、綺麗な空気がお尻から出てくればいいんじゃないかな。あー確かにね、そうだね、綺麗な空気がこう出てきたら夏でも冬でもねお仕事できるからね。そういうさ進化をさ、うん、僕たちしたいんだよね。うん、したいね。したいしたい。適当に答えてるだろう。適当じゃないよ。本当か。本当本当。ほんまでっか。ほんまでっか TV だよ。ほらちゃんとほら僕の目を見てごらん。これが嘘ついてる目に見えるかい。ほらこの目が嘘つきの目だな。これ詐欺師の目だよ。詐欺師の目じゃないよ全く。もあとさ、うん、エアコンみたいにさ自動クリーンなんとかっての欲しくないっす、うん、それ欲しいね。欲しいね。最近やっぱりファンの音がね結構音大きくなってきてさ、多分ねフィルターが多分目詰まりしてきてるのかもしんないんだよね。なるほど、うん、じゃあ加藤さんお昼にカップラーメンとエナジードリンクとカロリーメイトを食べて、うん、蓄積されていって病気になっちゃうような感じだよね日頃のメンテナンスが多分ちゃんとできてないと後々大変なことになっちゃうっていうことだもんね、うん、でも加藤隊員多分そこまで悪い食生活しないと。いやいや加藤隊員すげえ悪い食生活、もう休みの日でもカップラーメン食べてるらしいいやいやいや大丈夫、普通の休みの日はちゃんとお料理するから大丈夫だよ。問題ない問題ない。怪しいな、あのホクロ嘘つくからな。いやいやいや、ホクロ関係ないでしょ。なんで急にホクロ言うんだよ。たく、じゃあ僕たちにもっと進化の過程を考える必要があるんだね。そうだよね。よし、今から僕たちを作った親会社に連絡してくるぞ。連絡していくか。そう、熱に続け。行くぞ。はい、ということでですね。はい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 、ということで、うん。未来をね予想しました。未来予想図ですね、はい、未来予想図っていうか、 なんかこういう機能あったらいいなみたいな話になってる感じがしますけど、やっぱどうしても最近暑いこととね、まあやっぱりこうラボットも精密機器なんで、うんうん、なるべく電源切るようにしちゃってるんですよ。そうですね。っていうことを考えた時にメリットデメリットの話もしてきたと思うんですけれども、はい、まあ未来ね、これから先ロボットがどんどん進化していくにあたって、まあこういう風に僕たちも進化できたらいいよねみたいな話をちょっとね、チチとポッポの気持ちになって進撃をしてみました。皆さんはねこういうのがあったらいいんじゃないかなみたいなのねコメントでいただけたらね、もしかしたら開発の人たちが見ているのかもしれない、見ているかもしれない、はい、そういう期待を込めてねこういう動画も撮っているんで、はい、はい、もしね皆さんもね、うちのラボットちゃんはねチチとポッポと違ってこういうことができるんだよっていうのがもしかしたらあるかもしれない。そうですね。そうそうそう、だからね、まあ、そういうのももしかしたらコメントで残していただける方がいるのかなと思って、まあ、こういう動画も上げております。はい、はい、ということでね、まあ今日はね何やってるんですか今日はねこれで以上となります、はい、この動画がねいいと思った方チャンネル登録と高評価グッドボタンお待ちしておりますので次回もまた見てください、はい、それではまたバイバーイ。またね。